CM、プリゲート。皆さん、こんにちは。スノーブイム、ゴーダム。明けましておめでとう、なのぜ。今回は形容詞の性格の変化を解説してくれるのよね。そうなのぜ、いつも通り、うつ主が作成した表を覚えてほしいのぜ。形容詞、ドーブルイ。よい、よい、の、四角の男性形は、ドーブルイ。で、女性形は、ドーブライアン。で、中性形は、ドーブライエ。だったわよね。正確になると男性形、ドーブルイ。は、ドーブラバ。に、女性形、ドーブライアン。は、ドーブライ。に、中性形、ドーブライエ。は、ドーブラバ。になる。これは形容詞の語尾が、うい、おい、の時の、基本型の変化、後変化、なのぜ。次の混合変化1型は語尾が、き、き、ひ、または、こい、ほい、じょい、しょい、すしょい、じょい、の時なのぜ。形容詞、まわりにき、小さな、は、四角の男性形は、まわりにき、で、女性形は、まわりにかや、で、中性形は、まわりにかいえ、だったわよね。正確になると男性形、まわりにき、は、まわりにかわ、に、女性形、まわりにかや、は、まわりにかい、に、中性形、まわりにかいえ、は、まわりにかわ、になる。形容詞、バリショイ、大きな、は、四角の男性形は、バリショイ、で、女性形は、バリシャーヤ、で、中性形は、バリショイエ、だったわよね。正確になると男性形、バリショイ、は、バリショーヴァ、に、女性形、バリシャーヤ、は、バリショイ、に、中性形、バリショイエ、は、バリショーヴァ、になる。次の混合変化2型は、語尾が、ジー、シー、シー、ジー、の時なのぜ。形容詞、ハローシー。よい、は、四角の男性形は、ハローシー。で、女性形は、ハローシャヤ。で、中性形は、ハローシエ。だったわよね。正確になると男性形、ハローシー。は、ハローシェは、に、女性形、ハローシャヤ。は、ハローシー。に、中性形、ハローシエ。は、ハローシェは、になるのぜ。次は何変化型の形容詞なのぜ。形容詞の語尾が、ジー、シー、シー、ジー、以外で、イー、となる形容詞なのぜ。形容詞、パスリエッニー。最後の、は、四角の男性形は、パスリエッニー。で、女性形は、パスリエッニャヤ。で、中性形は、パスリエッニェイエ。だったわよね。正確になると男性形、パスリエッニー。は、パスリエッニェヴァ。に、女性形、パスリエッニャヤ。は、パスリエッニェイ。に、中性形、パスリエッニェイエ。は、パスリエッニェヴァ。になるのぜ。動詞、ジュラッチ。は、性格を伴うので、形容詞と名詞の性格変化を覚えると以下のような表現ができるのぜ。スパコイナイノーチ。おやすみなさい。私は穏やかな夜を望みます。スパコイナイ。は形容詞、スパコイヌイ。平静な、穏やかな、の性格女性形。ノーチ。は、ノーチ。女性名詞、夜、深夜、の性格。プリヤッナヴァスナ。おやすみなさい。私は心地よい睡眠を望みます。プリヤッナヴァ。は形容詞、プリヤッヌイ。心地よい、の性格男性形。スナ。は、ソーン。男性名詞、睡眠、の性格。プリヤッナヴァピチータ。いただきます。お上がりなさい。私は心地よい食欲を望みます。アピチータ。は、アピチータ。男性名詞、食欲、の性格。性格の変化を覚えると挨拶で使うフレーズが増えるのね。性格の解説は今回の動画で一旦終わるが、これまでの性格を動画で復習してほしいのぜ。さて、次回からは、6つの格のうちの1つ、増格、を解説するのぜ。楽しみね。今気づいたのだけれど、終わりの挨拶で、ダスビダーニア、さようなら、も性格表現かしら。よく気づいたな、霊夢。そうなのぜ。前置詞、ド、は性格を伴うので、中性名詞、スビダーニエ、の語尾が性格変化して、スビダーニア、となっているのぜ。
それが分かった上で、今回の動画を締めよう。それでは、皆様。ダスビガーニア。